ケルン大司教ブルーノまたは、ケルンのブルーノ司教は、中世ドイツのケルン大司教、ロートリンゲン公皇帝夫を一世の末帝にあたる。カトリック教会では、成人、記念日は10月11日。ブルーノは、東フランク王ハインリヒ一世と、その2番目の妻リンゲルハイムのマティルデでの罰死にあたる。すでにブルーノが、年少の頃から、彼が、 生殖に就くことは決められており、ブルーノはそのことを前提に入念に育てられた。951年、兄オットーはブルーノを宮廷礼拝堂の主席生殖者に任じた。ブルーノの永心はこれにとどまらず、953年ケルン大司教に28歳で任じられる。この年、ロートリンゲン校で、オットーの女性にあたるコンラート赤校がオットーへの反乱に加担したが、 ケルン大イ教医が空位となった。オットーはブルーノをこれに任じることで、コンラート側に対抗する強力な味方を得た。ロートリンゲン公領は、その大部分がケルン大イ教区に属していたのである。翌年、反乱が学会に返すと、オットーはコンラートの行為を廃止、代わってブルーノをロートリンゲン公とした。ブルーノは、 ロートリンゲン公領全体を領したほとんど最後のロートリンゲン公となった。959年、二人の地方領主ゴドフロワとフレデリックがそれぞれ偏境博として、上ロートリンゲンと下ロートリンゲンに任じられた。ブルーノの死後、上ロートリンゲン偏境博と下ロートリンゲン偏境博はそれぞれ公に昇格した。 分割されたロートリンゲンは1033年から1044年の間だけゴテロン一世のもとで統一された。大司教と公爵という勢族権力を合わせ持つ立場にあって、ブルーノはオットーに次ぐ権力者となり、その影響はドイツのみならず国外にも及んだ。954年に西フランクオールイ4世とその進化で最大の勢力を誇った。 遊具対抗が相次いで亡くなると、ブルーノは双方の義理の兄弟、かつ、それぞれの後継者である新王ロテールとユうグカペーのおじとして、西フランク王国の摂政役を務めた。961年以降、ブルーノは夫がイタリア遠征を行い不在である時の摂政に任じられた。ブルーノは、ランスで965年に死亡し、自身の創建になるケルンの聖。 パンタルイン修道院に葬られた。ケルンでのブルーノの地位はほとんど横行に必須ものであった。教会諸公としてのケルン大使教領の基礎はこの時期に確立した。オットーはブルーノとその後継者に対し、通常は王の特権とされる様々な権威を与えた。砦の建造、市場の設置、貨幣の中造、ユダヤ人への保護と引き換えに徴収される、 特別税や市場での取引、ライン川沿いの赤所などからの税を含む様々な徴税権などである。3世紀後のボーリンゲンの戦いまで、ケルン大司教は、勢俗双方の支配者としてこの地方に君臨したので、ある。ケルンにおける、ブルーノの大司教宮廷は、この時代における、ドイツの知的、芸術的中心地となった。対して皇帝であるオットーの宮廷は、 そのような文化的空気に乏しく、より軍事的色彩を帯びていた。この時期のケルンを中心とした文化活動は時にオットールネサンスと呼ばれる。ケルンのブルーノの宮廷からは時代のドイツの教会の指導者たちが多く輩出された。中世のケルンに対するブルーノの影響は甚大である。ケルン大主教宮殿の造営に加え、ブルーノはケルン大聖堂を ローマのサンピエトロ大聖堂に被験するまでに拡張した。またブルーノは古いローマ時代の城壁とライン側に挟まれた区域を要塞化し、三つの境界道を混流した。戦術の地区にトゥールのマルティノスに捧げる聖堂を、北側の死壁の外にシとアンドレに捧げる聖堂、また市の郊外南西には聖、パンタレインに捧げたベネディクト会の修道院である。 ブルーノはトロワから聖パトロクルスの生物を移し、964年、ゾウストのパトロクロス大聖堂に埋葬した。今日も、聖パトロクルスはその場所で数形されている。本項目は、英語版 EN、ブルーノアイ、アルキビショップ・オブ・コロンからの訳室に基づいています。ありがとうございます。